1997年の読売ジャイアンツでは、1997年における読売ジャイアンツの動向についてまとめる。この年の読売ジャイアンツは、2回目の長島茂雄、監督体制の5年目のシーズンである。西部から清原和弘が FA で移籍し、またキャンプイン前には近鉄の4番石井博史郎を交換トレードで獲得するなどの大型補強を行い、 開幕前は優勝候補の本命に挙げられた。しかし、ヤクルトとの開幕戦で4年連続開幕戦、完封勝利が期待されたエース斉藤正樹が小早川武彦に3連発を浴びて激鎮。その後、リリーフ投手の不調もあり、開幕後も一進一退の試合が続いた。4月を借金にで終えたチームは5月以降の猛反撃が期待されたが、 8勝14敗と負け越して、最下位に転落。昨年、右肘痛で棒に振った、桑田真美が復帰するなどの明るい話題はあったが、だともに甲府町の波が激しく最下位を独走。9月以降16勝9敗で調子を上げて4位まで順位を上げたものの、前半戦の借金を返済できず1991年、以来6年ぶりの B クラスに終わった。 投手陣は桑田が完全復活して、不審の斎藤をカバーし、牧原博美や前年最多勝ちのバルビーのガルベースも、まずまずの成績を上げた。打撃陣では、松井秀喜が主砲としてこの年も奮闘したが、清原は30本塁打を放ちながらも100、3審以上で、ファンの期待を裏切りそれ以外の選手も、前年新人王の西都志久や後半から2番を、打つようになった。 清水高之の活躍が目立っただけで後は不審に終わるなど、投打の明暗がくっきり現れた一年だった。カード別では2位の横浜、3位の広島にそれぞれ勝ち越したものの、ヤクルトには8勝19敗と大きく負け越し、1995年同様、ヤクルト優勝の引き立て役になった。年数は NPB 所属通算年数、年齢は、 開幕時色付きの選手は逆指名による入団。ありがとうございます。